トッテナムやチェルシーが中国一部の北京国に所属する24歳の韓国代表 DF、キム・ミンジェの渡航を計画しているようだ。14日に A 氏、デイリー・ミラーが報じている。今シーズンのトッテナはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を実施中、同氏によると、トッテナムがミンジの獲得に向けたオファーを準備しているとう。トッテナムは2013年にウィリアンをチェルシーに横取りされた苦い経験があるため、チェルよりも先に手を打つことを考えているようだ。キム・ミンジェは韓国の慶州系 HNP でプロキャアをスタートさせ、2017年に全北現代モータース移籍。韓国代表としてアジアカップなどで勝つ。すると、2019年1月の移籍市場では、プレミアリーグ、ワトフォードなどが関心を示した。オファー、届いたとの情報もある中で、キム・ミンジェ、北京国安への移籍を選択している。トッテナには、韓国代表のソン・フンミンも在籍してるが、果たして、オファーを受けた場合、キム・ミンジェは移籍することを考えるのだろうか。